巨人のリーグ優勝にセリーグ監督がお気持ち表明。巨人が4年ぶり48度目のリーグ制覇を果たした。敗れたセリーグ5球団の監督が巨人の優勝を唱えた。阪神岡田監督、甲子園の2000目穴、分岐点は、今年を象徴する負け方。菅野やろ、菅野の貯金が大きいよ。去年との一番の違い。DeNA 三浦監督、総攻守すべてにおいてレベルが高く、隙がなかった。原監督の良かったところを継承しながら、若い選手、ベテランをうまく融合させたと感じました。広島新井監督、ベテランと若手と外国人選手が噛み合っていて強かった。その中でも岡本くんの存在、複数ポジションをやりながら、ドカッと中心に座っていたのが大きかった。中日立浪監督、先発投手が安定していた。優勝の目前は、一人一人の気持ちの入り方も違った。トータルしたら、本当にバランスのいいチームだった。ヤクルト高津監督、菅野、戸郷の2本柱がしっかりシーズンを通して投げたというのは大きかった。2人で貯金を15ぐらい作っているわけですから。途中加入の外国人ちゃういきなり強くなった感じがしたもんね。阪神とヤクルト以外のチームはひどい。中日とベイスターズと広島17も貯金させてる。菅野投手は間違いなくセリーグ MVP でしょう。文句なし。た誰かいる？三浦さん、あなたのところの柴田のエラーで全ての流れが変わったんだよ。これから巨人の黄金期、期待します。しかし、ソフトバンクには勝ちきらんやろうな。ジャイアンツはテカセリーグは。ぜひ、横浜ベイスターズにお礼のメールくらいは送ってください。三浦監督、よそのチームはよく見えてるのにな。菅野は小鳩と組むようになって復活したよ。阿部の最大の名采配だわ、大城固定にしなかったのは。星監督は采配がうまいね。試合中も星は監督以上のことをやってると言った人がいる、野村。投手、守備力が素晴らしかった。投手がゲームを作った試合が多かった。野球は投手って誰か言ってたような。どの監督も的確な分析だ。今年はどこも油断できないいいライバルだったよ。巨人おめでとう。